喋る獣なんて絶対怪しい。あたいが排除してやる。お前みたいな女の子にそんなこと言われたって平気だぞ。俺とやるのか。おい、そこの化け物、俺たちの仲間をどうする気だって。この武器の名はバーンバズーカ。吹き出すガスに乗り、青白い炎が狙った獲物を消失させる。俺は全然怖くなんかなかったぞ。見て、ワイパー、あたいたちの真似してる。こいつきっとエネルのスパイだよ。このガキよ、いきなり失礼じゃないのよ。あっちをスパイ呼ばわりするなんて。ふざけやがって。その格好でスカイピアの住人になったつもりか、世界人。これ以上てめえのバカに付き合うほど俺は暇じゃねえ。待ちなさいってば。
あっちのプリマを見ないなんて冗談じゃないわよ。今すぐ立ち去れ。さもなくばお前が女でも消すぞ。話し合いができる相手ではないようね。妥協点の探り合いなど最初からない。目指す場所は神の社。てめえに構っている暇はこれ以上ねえ。予想と結果は違うものね。アッパーヤードは荒れている。てめえら新幹どもを落とすなら今しかねえ。浅はかだな、ワイ。お前一人が抵抗したところで我らの試練を破れはせぬ。バトルフォー、こいつで行くか。ワイしのぎばしろ。
俺の覚悟だ。あれはリジェクトダイヤル。ワイパーめ、俺たちを道連れにするつもりか。ガキは引っ込んでろ。これくらいの代償なしで倒れる球じゃねえんだこいつらは。あー、北の島は寒い、頭ブルブル、アホばっか。さっさと出て行け。さもなければ排除する。そういうことか。わかりやすくていいや。目の力はそんなもんか。まだまだ行くぞ。覚悟のない者はここに残れ。仲間を踏み越えて前に進める者だけついてこい。俺はエネルの首を取る。